明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今週来週のメニューをご紹介いたします。寝かせ玄米と卵のすまし汁ですね。それと今日の、メイン料理が牛肉の野菜の、八幡巻きというものを作りました。それとまだお正月も明けて間もないので黒豆ですね、こちらは圧力鍋で作ってお出ししました。それとナマスです。普通のナマスと違って今回は彩りよく金柑とか紅大根ですね、そのようなものを入れて鮮やかに作ってみました。それとじゃがいもまんじゅうです。こちらはあんをおかけして和風っぽく作ってみました。あとフルーツがいちごです。ぜひ皆さんこちらの方に遊びに来てお食事の方も楽しんでください。よろしくお願いします。